待ってろろ。おい、忘れた。うん、お家じゃなくて、うん、近所にね、よくいただくでしょ、うん、だからみんな配るなんや、うん、まあ、誰に買ったのこんなに、孫がいっぱいいるからね、みんなに分けるの。一緒に住んでる孫、孫だとか子供だとか分ける。一緒に住んでるの、これ。いや、うちさんはお土産買わないの。お土産、お土産買わないよ、俺は。俺は一人もんだから。え、一人暮らしなの。そうそうそう、一人暮らし。え、息子さんとかも見よう。全部で、ね、他に所帯持っちゃった、はい、だからね、一人暮らし、うちに帰るとね、うん、もう山暮らしでさ、何でもかんでも自分でやる、うん、旅行に来るとね、全部向こうで賄ってくれるから、何にもやらなくて済むってやつ、うん、ね、だからしょっちゅう旅行出てるわけ、分かった。はい、おじいちゃんたち、おばあちゃんたちはすっかり疲れてしまいましてですね、さすがにあれだけ踊ったりですね、走ったりすればですね、よかったですよ、ほっとしました。あのまま元気で帰れるからね、もう浮かないですよ、もうそれはほとんど、東京に帰ってきてですね、実はこの、体験隊の諸君はですね、要するに家の中に入ってしまったおじいちゃんおばあちゃんをですね、訪ねてみたということですね。でまず鈴木くんからですね、どういうようなことだったか発表して、で毎日何をしてるんでしょう。毎日やっぱりスケジュールですか。いや、そうじゃなかったですね。なんか結構何もやらしてもらえなくて、うん、なんでやらしてもらえない。いや、おばあちゃんいいわよ、いいわよみたいにね、お三度もやらしてもらえないからね、うん、だからじゃあ何もすることがなくなっちゃうよね。そうそうそう、ね、つまんないって言ってな、だから行った時はね、夢みたいってこれです。夢見たいとか言って目に涙たむろいちゃって参っちゃったよね。すごい非日常的なことだったんですか、ね、なんか若いのが訪ねてくるなんてことは、おせんべいとかお茶とかしっかり用意したんだね、うん、本当ザルに入ってたおせんべい、すごい状態で待ち受けられちゃったわけですね、みんな、ね、特別の一日なのね。そう、特別の一日だったんだろうね、うん、じゃあそれで旅行に行っちゃったりするんだ、つまんないから。そうですね、うん、そういうことで、まあ個人、最後はね、最初老人っていうツアーに入って、みんなだんだん付き合ってこうぐーっと個人とこまで付き合いを深めていったわけですけども、そういうお話を聞いてて、こちらに、島森さんと山崎さんがですね、いろいろ問題点、読めないんじゃないかっていうのを出して、まず、こっちが山崎さんですね、さっきの人口ですね、で 70% が旅行に出てると、と老人たちの謎の大移動、民族大移動ですね。私はこれは老人遊牧民化と言ってみたい、怪しいんです、どうもこれが。なんかもう全国で僕あれ見てたら20万人ぐらい老人がいつも宙に浮いてるような気がしてね、本当は家がない人たちがこう遊牧民のようにこうなってんじゃないかっていうような変な気がしました。じゃあ島森さんの方ですけどね、このなんかちょっとね、私はそのあんまり山崎さんはすごい今日のまとめてくださったんだけど、うん、私は今こう雑談みたいに出たのをメモみたいにちょっと書いてるんですけどね、うん、最後の VTR でみんなお土産すごい今日で買ってたでしょ、うん、で旅先でみんな自分たち勝手に楽しんでるように一見見えるんだけど、うん、やっぱりその元に戻ってきた時にね、うん、家族のためにどうしてお土産買いたいとか、うん、みんなそうじゃない、うん、でやっぱり普段のこう楽しみ方が
できなくてそこで爆発するんだけど、うん、やっぱりそのどうしてもつながりをやっぱり持ちたがってるような気がするのね、うんうん、そういうのってお土産の私たちもうお土産が命綱って感じねそうそうお土産を渡したことによって大道に気づいてくれよっていう、うん、そうだね感じだよねなんか、この大道はですねなぜ怒ってるかっていうのはその非常に変じゃないかと思うんですけどただだから私はねさっきおじいちゃんたち随分エネルギッシュでね逆に嬉しかったのね、うん、もっとみんなおじいちゃんたちがわがままになって、うん勝手した方がいいんじゃないかなって気がするの。ねえ、新宿で集会開いちゃったりね。そしたら気づくんですから。福原はどうしてこの謎の大移動が、まあ例えばなぜ見えないのかってことでもいいし、なんでこんな大なんで移動してるのかっていうことについてはどう？まあこれ以外なんかなんていうか家でもなんかその娘や息子とかが。もうそれを隔離しちゃってるから、うん、行き場がないからっていう感じで行ってるんじゃないかって、うん、それもそこに行けば、うん、まあみんな俺たちと同じようなやつがいるんだからまあ愚痴言い合えばいいんじゃないかって言って、うん、そういうふうに言ってだから結局そうやって集まってきちゃったのかなと思って、うん、そういうふうな自然に、ね、そう同じような仲間が集まってきちゃってっていう感じで、うん、それでああいうふうになっちゃってるじゃあもうほとんどデモじゃないですかこれねなんかこちらに聞いてみたいと思うんですけどだから、ね、うちのおじいさんなんかもね、うん、外に出たいんですよだから旅行じゃなくても外に出たいって言うんですけど、うん、抑えられちゃうんですね家族とかに危ないからとかそううちのおじいさん前も一人で出ちゃって怪我をしたりしてるから、うん、また一人で出すとね近所の人とかにねあそこは一人で老人を歩かせてとか言われちゃうから、うん、外に出せないようにするんですよ、うんだから旅行とかのほらまとまった団体で行けば誰かが見てくれる面倒な人がいるから旅行とかなら出るんですけど個人的になんか遊びにね外歩いたりはできないんですよ、はあ、じゃあ子供たちと同じじゃないですかね危ないから外出さないっていう、ねうん、だからね、うん、そんなような感じで幼稚園でツアーしちゃうっていうようなねなるほどなでもおじさんたち大変ですね自由に外出れないってことになっちゃうとね溜まっちゃってるんじゃないかと思うんですけどねなんかさだから昔はねちょっと 2,30 年前っていうのはさ、うん、もうおじみたいだけどもそんなにさ老人だとか子供だとかっていうふうに意識しなかったと思うんだよね、うん、家族の中にいてもただ単に年取ってるだけとかさ、うん、ただ単に生まれたばっかりとかさ別にね子供だとか老人だから歩いちゃいけません危ないですよって発想がなかったような気がするね、うん、だからそういうふうに僕らが考えるようになった分だけなんか老人だとか子供っていうのが逆に言っちゃうとなんか社会のシステムにこう組み込まれちゃったからだっていう感じがするんだけども、うんうん、例えば、うん、むしろ昔は老人っていう役割がちゃんとあったんじゃないですか、うん、共同体の中でね中でそれがもう今はほら生産第一と言っていいのかな、うん、よくわかんないけど定年になっちゃったらもうそこで人生終わりみたいなところがなきにしもあらずじゃないですか、うん、でそれまではそれこそ趣味っていうのは少しやってるかもしれないけどみんな仕事できてて突然そこで役割を奪われちゃうからすごい断点があるんですよねだからそこで貯めたお金をどうやって吐き出させるかっていうのがさそのシルバーツアーっていう感じがどうしてもするのねそれありましたねなんかそれも残さないでさ、はい、つるんじゃって言ってましたそうそうつるんじゃってるわけでしょ、はい、あれ言っちゃいますよねね、でも老人マーケットって今すごくなってたんですね、うん、お化粧品とかねそれからそのお化粧品もあるんですかあるんで だってこれからのおばあちゃんって絶対年取りたくないとかいつまで美しいってなってくるに決まってるじゃない少女なんで痛いそうだからお化粧品とかそれから学校ねカルチャーセンターみたいな老人向けのカリキュラムを考え出してるし、うん、老人マーケットってこれからすごくなるんじゃないですか私たちが老人になることは本当すごくすごいでしょうね、うん、すごいでしょうねで、まあ、40% ぐらいがなるわけですか21世紀、うん、さあそれがもう宙浮いてガンガン大移動しているというですね日本が変わるかもしれんというような感じがしてきました、まあですねそういったものでちょっといろいろおじいちゃんおばあちゃんのですね、具体的な問題あるいはですねなんかちょっと変だなって面白いなっていうような問題がいろいろ出てきましたけれどもここのところに一応今回はですねそれをいろいろ気づいたことをどんどんとこう書いてみました、これを家で見てる方々はですね例えば考えたりあるいはおじいちゃんおばあちゃんがいたら実際インタビューしてみるとそうするとですねいきなり踊り出しちゃうかもしれないそれはそれでいいんじゃないかという気がいたします、体験隊のみんなも、どうもありがとういろいろと面白い、体験だったと思います
はい、おじいちゃんたち、おばあちゃんたちはすっかり疲れてしまいましてですね、さすがにあれだけ踊ったりですね、走ったりすればですね、よかったですよ、ほっとしました。あのまま元気で帰れるからね、もう動かないですよ、もうそれは、ほとんど。東京に帰ってきてですね、実はこの、体験隊の諸君はですね、要するに家の中に入ってしまったおじいちゃん、おばあちゃんをですね、訪ねてみたということですね。でまず鈴木君からですね、どういうようなことだったか発表して、で毎日何をしてるんでしょう。毎日やっぱりスケジュールですか。いや、そうじゃなかったですね。なんか結構何もやらしてもらえなくて、うん、なんでやらしてもらえない。いや、おばあちゃんいいわよいいわよみたいにね、お三度もやらしてもらえないからね、うん、だからじゃあ何もすることがなくなっちゃうよね。そうそうそう、つまんないって言ってない、うん、だから行った時はね、夢みたいこれです、夢みたいとか言って目に涙たむろいちゃって参っちゃったよね、うんうん、もうすごい非日常的なことだったんですか、ね、なんか若い者が訪ねてくるなんてことは、うんうん、おせんべいとかお茶とかしっかり用意したんだね、ほ、うんとザルに入ってておせんべい、すごい状態で待ち受けられちゃったわけですね、みんな、ね、特別の一日なのね。そう、特別の一日だったんだろうね、うん、じゃあそれで旅行に行っちゃったりするんだ、つまんないから。そうですね、うん、そういうことで、まあ個人、最後はね、最初老人っていうツアーに入って、みんなだんだん付き合って、こうぐーっと個人とこまで付き合いを深めていったわけですけども、そういうお話を聞いてて、こちらに、島森さんと山崎さんがですね、いろいろ問題点、読めないんじゃないかっていうのを出して、まず、こっちが山崎さんですね、さっきの人口ですね、で 70% が旅行に出てると、と老人たちの謎の大移動、民族大移動ですね。私はこれは老人遊牧民化と言ってたり怪しいんですどうもこれが。なんかもう全国で僕あれ見てたら20万人ぐらい老人がいつも宙に浮いてるような気がしてね、本当は家がない人たちがこう遊牧民のようにこうなってんじゃないかっていうような変な気がしました。じゃあ島森さんの方ですけどね、このなんかちょっとね、私はそのあんまり山崎さんはすごい今日のまとめてくださったんだけど、うん、私は今こう雑談みたいに出たのをメモみたいにちょっと書いてるんですけどね、うん、最後の VTR でみんなお土産すごい今日で買ってたでしょ、うん、で旅先でみんな自分たち勝手に楽しんでるように一見見えるんだけど、うん、やっぱりその元に戻ってきた時にね、うん、家族のためにどうしてお土産買いたいとか、うん、みんなそうじゃない、うん、でやっぱり普段のこう楽しみ方ができなくてそこで爆発するんだけど、うん、やっぱりそのどうしてもつながりをやっぱり持ちたがってるような気がするのね、うんうん、そういうのってお土産もうお土産が命綱って感じねそうそう、お土産を渡したことによって大道に気づいてくれよっていう、うん、そうだね、感じだよね。出たのをメモみたいにちょっと書いてるんですけどね、うん、最後の VTR でみんなお土産すごい今日で買ってたでしょ、うん、で旅先でみんな自分たち勝手に楽しんでるように一見見えるんだけど、うん、やっぱりその元に戻ってきた時にね、うん、家族のためにどうしてお土産買いたいとか、うん、みんなそうじゃない、うん、でやっぱり普段のこう楽しみ方ができなくてそこで爆発するんだけど、うん、やっぱりそのどうしてもつながりをやっぱり持ちたがってるような気がするのね、うんうん、そういうのってお土産もうお土産が命綱って感じねそうそう、お土産を渡したことによって大道に気づいてくれよっていう、うん、そうだね、感じだよね、なんか、この大道はですねなぜ起こってるかっていうのは非常に変じゃないかと思うんですけど、ただだから私はね、さっきおじいちゃんたちずいぶんエネルギッシュでね、逆に嬉しかったね、うん、もっとみんなおじいちゃんたちがわがままになって、うん、勝手にした方がいいんじゃないかなっていう気がするの、ね、新宿で集会開いちゃったりね、 そしたら気づくんですから奥原はどうしてこの謎の大移動が、まあ、例えばなぜ見えないのかってことでもいいし、なんでこんな大なんで移動してるのかっていうことについてどう、まあ、これ以外なんかなんていうか家でもなんかその娘や息子とかがもうそれを隔離しちゃってるから、うん、行き場がないからっていう感じで行ってるんじゃないかね、うん、それもそこに行けば、うん、まあみんな俺たちと同じようなやつがいるんだから、まあ、愚痴言い合えばいいんじゃないかって言って、うん、そういうふうに言ってだから結局そうやって集まってきちゃったのかなと思って、うん、そういうふうな自然に、ね、そう同じような仲間が集まってきちゃってっていう感じで、うん、それでああいうふうになっちゃってる。じゃあもうほとんどデモじゃないですかこれね。なんかこちらに聞いてみたいと思うんですけど、だからね、うちのおじいさんなんかもね、うん、外に出たいんですよ。だから旅行じゃなくても外に出たいって言うんですけど、うん、抑えられちゃうんですね、家族とかに。危ないからとか。そう、うちのおじいさん前も一人で出ちゃって怪我をしたりしてるから、うん、また一人で出すとね、近所の人とかにね、あそこは一人で老人を歩かせてとか言われちゃうから、うん、外に出せないようにするんですよ、うん、
だから旅行とかのほらまとまった団体で行けば誰かが見てくれる面倒な人がいるから旅行とかなら出るんですけど、個人的になんか遊びにね外歩いたりはできないんですよ。はあ、じゃあ子供たちと同じじゃないですか。ね、危ないから外出さないっていう、ね、うん、だからね、うん、そんなような感じで幼稚園でツアーしちゃうっていうようなね。なるほど。なのでおじさんたち大変ですね。自由に外出れないってことになっちゃうとね、溜まっちゃってるんじゃないかと思うんですけどね。なんかさ、だから昔はね、ちょっと2、30年前っていうのはさ、もうおじみたいだけども、そんなにさ老人だとか子供だとかっていうふうに意識しなかったと思うんだよね。家族の中にいてもただ単に年取ってるだけとかさ、ただ単に生まれたかったりとかさ、別にね子供だとか老人だから歩いちゃいけません、危ないですよって発想がなかったような気がするね。だからそういうふうに僕らが考え、はい、おじいちゃんたち、おばあちゃんたちはすっかり疲れてしまいましてですね、さすがにあれだけ踊ったりですね、走ったりすればですね、よかったですよ、ほっとしました。あのまま元気で帰れるからね、もう動かないですよ、もうそれは、ほとんど。東京に帰ってきてですね、実はこの、体験隊の諸君はですね、要するに家の中に入ってしまったおじいちゃん、おばあちゃんをですね、訪ねてみたということですね。でまず鈴木君からですね、どういうようなことだったか発表して、で毎日何をしてるんでしょう。毎日やっぱりスケジュールですか。いや、そうじゃなかったですね。なんか結構何もやらしてもらえなくて、うん、なんでやらしてもらえない。いや、おばあちゃんいいわよ、いいわよみたいにね、お三度もやらしてもらえないからね、うん、じゃあ何もすることなくなっちゃうよね。そうそうそう、ね、つまんないって言ってない、だから行った時はね、夢みたいってこれです、夢みたいとか言って目に涙たむろいちゃって参っちゃったよね、うん、もうすごい非日常的なことだったじゃないですか、ね、なんか若い者が訪ねてくるなんてことは、おせんべいとかお茶とかしっかり用意したんだね、本当ザルに入ってておせんべい、すごい状態で待ち受けられちゃったわけですね、うん、特別の一日なのね。そう、特別の一日だったんだろうね、うん、じゃあそれで旅行に行っちゃったりするんだ、つまんないから。そうですね、そういうことで、まあ個人、最後はね、最初老人っていうツアーに入ってみんなだんだん付き合って、こうぐーっと個人とこまで付き合いを深めていったわけですけども、そういうお話を聞いてて、こちらに、島森さんと山崎さんがですね、いろいろ問題点、読めないんじゃないかっていうのを出して、まず、こっちが山崎さんですね、さっきの人口ですね、で 70% が旅行に出てると、と老人たちの謎の大移動、民族大移動ですね。私はこれは老人遊牧民化と言ってみたいな怪しいんです、どうもこれが。なんかもう全国で僕